宇宙開発を重点産業に掲げるタイで、日本など海外の事業者が最新の宇宙技術を紹介するイベントが開かれました。インドや中国など世界各国の展示が集まる中、会場で最も大きなスペースを占めているのが日本のブースです。タイで7日から始まったこのイベントは、東南アジア最大級の宇宙技術の展示会です。出展した日本の宇宙スタートアップアイスペースは、タイの航空宇宙メーカーと共同で、今後拡大が見込まれる東南アジアの市場向けに月周回サービスの提供を目指しています。また現地の大学とともに森林火災対策の実証実験を重ねるソニーは、衛星通信技術を使って煙をいち早く検知する取り組みを紹介しました。タイ政府は東南アジアにおける宇宙開発の拠点となることを目標に掲げていて、イベントを通じて海外からの投資を呼び込みたい考えです。